はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、最大 20% 還元 Amazon ギフト券購入で1000ポイントがもらえるお得なキャンペーン&お得な購入方法ということで、今回はですね、少しキャッシュレスとは少し離れてしまうんですけども、 Amazon でお得なキャンペーンがあってましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ということで、まずは概要からなんですけども、 Amazon ギフト券かっこ配送タイプ5000円分で最大1000ポイントということで、結構シンプルなんですけども、今回のこのキャンペーンは今度開催される Amazon プライムデーの先行キャンペーンとして開催されるもので、条件を満たすと最大 20% 分のポイントがもらえてお得ということですね。で、今回の1000ポイントがもらえる手順なんですけども、結構簡単です。ざっと順番を話すと、1、まずキャンペーンサイトにログインします。で、2、対象となる配送タイプの Amazon ギフト券を5000円以上まず購入します。この時点で500ポイントが付与されます。で、3番、ギフト券を家族友人などに送ると。で、送られた家族友人がギフト券をアカウントに登録をしたら、そしたら残りの500ポイントが送り主の方に入るということになりますね。で、図で表すとこんな感じです。まあ、先ほどお伝えしたような流れになっています。こちらはもう公式ページの方にも記載されていますので、ぜひチェックしてみてください。で、今回の対象商品なんですけども、今回は対象となるのは配送タイプの Amazon ギフト券となります。で、商品券タイプですとか、ボックスタイプとか封筒タイプとかですね。そして今回気をつけてほしいのは、必ず Amazon プライムの会員であることという風になってますので、そこはお気をつけください。で、今回気になる期間なんですけども、まず注文する側の方の期間なんですけども、6月の25日から7月の16日までに注文完了であることということで、そしてポイントの付与は8月の下旬となってます。で、受け取り人の方なんですけども、受け取った方は10月の17日までにアカウントにギフト券を登録する必要がありますので、受け取った方もお気をつけください。そしてポイントの付与は11月の下旬となってます。そして今回ですね、一つお得な買い方をお伝えしていこうと思うんですけども、まず LINE の LINE ショッピングを使います。そこから LINE ショッピングを経由して、Amazon で今回のギフト券を購入します。そこでクレジットカードなどで決済をすればお得な30ドリができます。で、数字で表すと、LINE ショッピング経由をすると 0.5% の LINE ポイントのポイントバック。そして、クレジットカードで決済をして、クレジットカードの還元を受けることができます。そして、Amazon でギフト券5000分を購入したら、今回のキャンペーンで Amazon の1000ポイントをゲットという流れになるので、めちゃめちゃお得になりますね。ということで、今回は Amazon ギフト券が1000ポイントもらえるキャンペーンについてお伝えをさせていただきました。詳細に関しては、下の概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひチェックをしてみてください。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。